こんにちは、リスキーです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、購入品紹介ということで、ここ数ヶ月で買ったものを一気にご紹介していきたいなと思います。安くて、まあ、良かったおすすめの商品だったりとか、まあ、引っ越しの時にね買った DIY 用品だったりとか、便利な日用品とか、あとはちょっとね贅沢なアイテムということで、まあね結構な数があるので、まあ、一気にねちょっと行ってみたいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。はい、まずは安くて良かった日用品を5つ順番に行きたいと思います。で、1つ目がこちらのローラー消しボン箱用オープナーっていうことで、これ何かっていうと、まあ、Amazon だったりね楽天とか通販をよく利用される方には、あの面倒くさい煩わしい作業が楽ちんになるというかね、言ってしまえばあの段ボールカッターなんですよ。ただこの段ボールカッターだけではなくて、ここのねこの部分なんですけど、ここにねこれをねカポッとこう開けると、はい、こういう感じで、まあ、ローラーですね、ローラーがついていて、これでねあの送り状ってあるじゃないですか、あの送り状の、まあ、個人情報をねシュッとローラーするだけで、まあ、消せてしまうっていう、結構ね地味に便利なアイテムで、あ、こんなんあったんだというかね、最近ね愛用してます。で、あとね段ボールカッターっていうのがここの部分なんですが、ここをこうカチッとするとこういう風にね刃が出てきます。で、しっかりロック機能もついているので、ここのね出っ張りというかつまみをカチッとやるとこういう風に収納ができるようになってます。これがあれば1台2役ということで、段ボールの箱開けと送り状の個人情報を消せてしまうっていう、まあ、便利なグッズです。続いてがダイソーの新作ハンギングラックっていうことで、これ爆安だろうっていうことで、まあ、新商品がね出てたんで、まあ、キャンプグッズなんですが買ってみました。某有名メーカーのものなんかと比べると、まあ、比較的安価に手に入るっていうことと、別売りのねこうパーツがあって、それでねこうカスタマイズもできるっていうところがね安いんだけど、めちゃくちゃこれいいなと思って、まあ、買いました。まあ、こんな感じで道具をね吊り下げて使ったりするんですよ。で、物自体はこんな感じの収納袋に入っていて、感じでもうね棒をこういう風にねジョイントしていくだけで簡単にねラックができてしまうもので、ハンガーフック回転式みたいなものも別で売ってて、これをハンギングラックに取り付けて、まあ、小物をね引っ掛けて使うと。で、このフックの部分が回転式になっているんで、まあ、360度こうくるくる回るっていうのも、まあ、使いやすいかなと思います。まあ、これ以外にもね、まあ、いろいろねカスタムできるアイテムなんかも売っていて、もう第一印象からねこれは熱いなと思えた商品なんで、もしねダイソーとかに行かれる機会があったら、これはねぜひチェックしてほしいなっていうアイテムでした。続いてがナフコのゴミ箱45リットルです。で、これは足で踏むことで上がねこう観音開きになるタイプのゴミ箱になってます。で、まあこういうねタイプのゴミ箱ってあるっちゃあるんですが、まあ何が良かったのかっていうと、まあもうね比較的、まあ、価格も安いんですよね。踏んだ時の踏み心地というか開閉のスムーズさっていうのが特徴です。まあ、3つ色違いで買って、燃えるゴミはもうここみたいな感じで、まあ、主にキッチンで使うゴミ箱が欲しかったっていうところで、あ、これ安くてちょうどいいなって思えたんで、まあ、購入したものが意外と良かったんですよ。一応ねこの棚下とかねカウンターの下なんかに置いて使える、まあ、コンパクトなデザインでありながらも、まあ、45リットルの収納力があって、まあ、使い勝手がいいっていうところかな。まあ、見た目おしゃれとかね、あのすごく生活感が消えるとかそういうものではないんですが、もう安くてね本当にキッチンなんかでもうザ・ゴミ箱みたいな感じではあるんだけど、まあ、足で踏んだ時のこの開閉のスムーズさっていうところと、割と安めなゴミ箱たちでした。続いてが蓋がトングになる保存容器2個入りっていうことで、こちらのアイテムです。でももうねこんな感じのザ・保存容器なんですが、これもう何かっていうとね、まあ、もう商品名の通りなんですよ。蓋がねトングになるっていうことで、まあ、こんな感じでね蓋を開けると中にねトングがついてるんですよ。で、これね本当にもうこれこそねこんなの欲しかったっていうアイテムで、あの薬味っていうのでね、あの刻みネギなんかをね、あの別で箸を出してスプーンを出してこうつまんで、まあ、入れるっていうことをしなくても、もうこの蓋にねトングになってるんで、もうシンプルにあの洗い物が
減ると。であともうとにかく便利すぎる、チープな作りなのかなとも思ったんですが、割とねこのトングの部分がしっかりしていて、つまむところもねしっかり物がつかめるんですよ。であとこれ食洗機も OK なんで洗いも便利っていうところで、本当にね使ってみれば見るほど、あこれは便利だって思えたものですね。続いてがアイリスオーヤマのソーラー充電式 LED 人感センサーライトです。軽くね、まあ、設置してみた感じとかで言うと、まずね設置のしやすさっていうのがポイントかなと思いました。ビスで壁に打ち込むっていうこともできるし、専用のねこうなんだろうフックというかね L 字の金具がついていて柱に取り付けたりできるんですよ。でその取り付けれる角度というかねっていうのもこう、縦横で選べるんですよ。でこの辺も使いやすいなっていうところと、あとは、まあ、明るさの調節というかモードが3つあって、防犯モードと常時点灯とあと帰宅モードですね。でまあソーラーパネルがついているので充電しながら使えるっていうところで、まあ、使いやすくてかつ価格も安く買えるっていうところが良かったなと思います。続いては DIY 用品だったりとか工具とか家電をね一気に行ってみたいと思います。で1つ目がこちらですね、マキタの、充電式ペン型のインパクトドライバー 7.2V です。普段はよくね動画でもご紹介させてもらってたボッシュのね電動ドライバーを使ってたんですが、やっぱりねインパクトが必要っていうことで、どうしてもパワーがね必要な部分があったので、まあ、この新居のねちょっといろいろこうねいじったりしてる中で必要だなと思ったので、もうどうせだったらこのねペン型タイプを買いました。まあそこまで本格的なねもう 18V とかは僕には必要ないかなと思ったのと、まあ、こういうねペン型でこういう風にね細かい部分をねちょっと家で DIY するぐらいだったらこれぐらいがいいなと思ったのと、まあ、カラーですね、カラーリングがね渋いっていうので、まあ、このねカーキとブラックのツートンカラーのものを購入しました。手元でねこういう風に操作するようになっていて、まあ、ロック機能もちゃんとついているので、まあ、ここがね誤作動しないようにロックかけておくことができます。で、これとプラスアルファで E バリューのビット&ソケットセットっていうのも購入しました。これまあ藤原産業のプライベートブランドなんですが、まあ、DIY 系のね結構アイテムをよくホームセンターとかで売ってる超大手のものなんですが、まあ、とにかく安くてコスパが高いということで、まあ、中開けるとですねこんな感じで大体必要なものがもうセットになってるんですよ。でこれがね、2000円ぐらいだったかな。で Amazon でまあ買うことができるんですが、まあ、プラスのビットだったりとか、まあ、ソケットとか六角とかね穴開けする工具だったりとか、ちょっと長めのねこういうプラスのドライバーなんですよ。付属で付いてるこういうビットだと先端が短いんで、物にねこう干渉してねこうねじ回しできないみたいな時に長めのビットがあると結構ね重宝するっていうので、まあ、そういったものがねもう全部セットになってるんですよ。まあ、これあればいけるかなっていう感じで、まあ、これもね購入しました。続いてがこちらの襖紙です。でこれが渋いなと思って買ったんですけど、色がねインディゴブルーというかちょい目の紺になっていて、軽くねボーダー柄になってるんですよ。でこれをまあねこの撮影している自分の部屋の襖をねいい感じにしようと思って買ったもので、まあ、こんな感じですね実物が。まあ、これをねちょっと8枚ぐらい買って、まあ、1枚ずつね襖の張り替えみたいなことをしていこうと思ってます。続いてが DIY ぬりぬりということで、オーガニックの漆喰ですね、まあ、壁材です。でこちらなんですけど、こういうね缶に入ったものでミルキーホワイトっていうカラーを僕は購入しました。でこれもね、この今壁ですね、この土壁をねちょっとね変えようかなと思ってて、まあ2色にしようと思ってるんですけどね、後ろの部分はちょっとグレーっぽい色というかブルーグレーみたいな色にして、他をこうねホワイトというかね真っ白ではないんですよ、ちょっときなりというか薄くね色の入った、まあ、ミルキーホワイトみたいな色で盛んじゃないですけどね壁を自分で DIY で塗り替えしてこうかななんて思って、まあ、こういったものも試しでねちょっと買ってみました。はい、合わせてまあこういうねうまく塗れるの、まあ、こういうコテですねだったりとか、角をねこう塗る用の専用のコテだったりとか、あとはね
こういう、マスキングテープとか、プラスチックの、ね、板ですね、はい、で続いてが、ね、こちらのシャークの、ジーニアススチームモップということで家電なんですが、まあ、ここに、ね、あの新居に越してすぐに、ね、ちょっと掃除しなきゃいけない、で、まあ掃除してたんだけど水拭きじゃちょっと追いつかんということで、まあ、電気屋に、ね、たまたまその日行ったら安く売ってたっていうのでもう、ね、あの比較とかせず買ったものなんですよ。6畳の部屋を、ね、こう掃除する分だと1回の、ね、水の給水で掃除ができるっていうところと、あとは、ね、モップの部分が結構、ね、スチームで汚れ取るんで思ってた以上に、ね、これでもかって綺麗にしたけど汚れがまだまだ取れるんですよ。でその汚れたモップっていうのも手元にあるボタンをカチッとするだけでスッと取れるんで、それをそのまま、ね、まあ、洗い場に持っていけるっていうので、ちょっと汚いの触るの嫌だなみたいな人とかにも使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、ただ本当比較検討とかせずにもうこれとりあえず買っとけみたいな、シャークだったらいけるだろうみたいなんで買ったんで、もしね他にねなんかこのスチームモップとかなんかねこういう掃除系のアイテムでいいのあるよみたいなのがあればねちょっと教えてほしいなとも思いました。で続いてはねちょっと贅沢なアイテムっていうことで、まあ、一般的なものよりも割高なんだけどせっかくならねちょっと贅沢しようと思って買ったものです。とは言ってもねそんな高級というか高いものではないので、まあ、気になるっていう人はねチェックしてみてほしいんですが、まず一つ目がニトリのクローゼット用フィッツユニットケースです。 SML とあって2700円から3000円ぐらいの幅で、価格幅で購入することができるんですけど、店頭でね実際に僕試したんですけどスッとねこう閉まってくんですよ。これがねすごく心地いいなと思って、でも最初ねちょっとでも言うて高いわと思ったんで、それこそねホームセンターとか行くと安く売ってるし、まあ100均とかねでもあるし、そういうのでもいいかなと思って何個か見たんだけど、やっぱりね実際に試した時のこの開け閉めっていうのが結構心地よくて、どうせだったらもうね数百円の差だったらもういい方買っとこうと思えたんですよ。で割とほんで頑丈だしおしゃれとまでは言わないけど見た目がね結構なんか個人的には他のものと比べるとまあ独特な見た目になってて結構好みだなと思ったのと、まあ、サイズ感もね収納したい場所にこれだったら合うなっていうので買いました。で続いてがこちらのナイフスタンドですね。で、まあ、ナイフスタンドっていうことで、まあ、こういったものなんですよ。これヒノキのものでできていて、ちょっとね2つのメーカーを買ったんですよ。でこっちが貝印のものでこっちが大和産業のもので、まあ、こういうものですね。こんなん買わなくてもねそれこそマンションとか、まあ、キッチンの収納棚に、まあ、ナイフを収納できるところなんてあるから、まあ、買わなくてもいいんですけど、まあ、こういうね柳刃包丁と出刃包丁、こういう万能包丁とあとは、まあ、ペティナイフ的なものですね、こういうものとハサミもねこうやって収納できるものなんですよ。で、まあ、こういうねもう一生ものの包丁をねなんかしまって隠しておくよりはなんか見せてちょっと気持ちワクワクしながら、まあ、使いたいみたいなところとこういったものもねちょっと買って使ってます。続いて最後が東洋佐々木ガラスの日本酒グラス 90ml です。はい、まあ、なんせねもう日本酒を飲むための、まあ、グラスなんですが、これと別でこれですね、はい、マス、土佐鶴のマスをまた別途これを購入して、まあ、ここに乗せて、でこっからね一升瓶でこうお酒をこぼれる、マスにこぼれるまで日本酒をついで、まあ、冷やでねこういただく晩酌をっていうので、まあ、晩酌の時間をより楽しもうと思ってこういうものも買いました。まあ、この雰囲気にすごく合うなと思ってるんですけど、今もうとにかくこれ薄いんですよ。で軽くて、で飲んだ時の口当たりなんかもねすごく良くて、まあ、これはね普通のグラスに比べるとちょっと割高なんだけど個人的にはね満足度の高かったグラスです。このグラスとマスのセットっていうのも個人的にすごい好きで、まあ、横着できるというかグラス飲み切ったらマスのねこう余ってるお酒をこう入れてちょび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 楽しむみたいなのがねほんとたまらないんですよ。で、まあ、こういったものをねもう購入しました。はい、というわけでここ最近というかね数ヶ月で購入したものを一気にご紹介させてもらいました。今回のね動画がもし参考になったっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。